はい、どうも、TT です。引き続き、風雷の試練6やっていこうと思います。海底集見場にいますね。やべ、ちょっと久しぶりで覚えてない。まあ、とりあえず腐ったおにぎりいっぱい持ってるってことね。こいつのパックの中臭そうだな。で、俺今腕は2個装備できるみたいな感じだったんだよな。で、これが何か知りたい。鈍足いっぱいあると。で、聖域持ってる。爆睡、いや強いんじゃない。行くか。じゃあ行っていいか。大丈夫か。買い物得意ないし。そうだ、そういえばこの先はやたらでかくて強いモンスターが出てくるんだった。あいつら見かけたら用心に進もうぜって言って、いやお前も戦ってくれんか。せっかくなら。海中洞窟登り、平均スコア、平均スコア、平均クリアレベル19。みんな19でいってんの。俺19ぐらいいってんじゃない。なぼ13階19じゃん俺。でっかい異世界からの巨大なモンスター、それがでっかいです。でっかいは異世界につながるでっかいホールから出現し、しばらくすると消え、それを繰り返します。でっかいの攻撃力はとても高く、正面と左右はバリア、なんか言ってたの、そういえば。正面左右はバリアで守られ、攻撃を無効化します。一見無敵に見えるでっかいですが、以下の弱点もあります。体が大きいので動きが遅い。後ろと中心への攻撃には極端に弱い。中心への攻撃って意味が分かんないんだけど。ただし倒してもでっかいホールから次々と発生し、経験値は わずかしか得られません。やり過ごして次のフライに行くのも作戦です。状況に合わせて対応しましょう。いや倒す意味ある、これ。待って待って、ちょっと、うわ、ちょっとすいません、これ大丈夫か。ちょっともうちょい下がって。お前は、おい、強い強い強い、持ち物、ちょ待って、え、強くないか。あーやばい、そうだった、俺石とかちゃんと使ってこうって思ってたんだった。まあでも仕方ないよな、ここはもう回復しよう。飲む、ほら強っ。いやマジか、巻物、爆睡、爆睡の巻物なんだお前。刀川流、あでもやっぱ俺レベル高いだっけあって、そこそこ強いかもな。装備もいいしね。これ何、あこれあれか、罠か。まあ進むというよりはちゃんと倒してレベルも上げて勝った方がいいよな、絶対に。まあ当たり前なんだろうけど。でっかいホールが別の場所に開いたようだ。え、でっかいいる、こいつは弱いから戦ったか。ただこれ行き止まりのところに出てこられたらさ、積むんじゃない。ひた、でっかい、あ、石投げたりとかしたらいいのかな。てかでももうここ行くとこないな。逃げよ、でっかいから逃げよ。でっかいの戦ってられんわ。待って、いっぱいいるな敵が。石、まずい、待って待って待って、これさどうしようか。爆睡したら部屋中のモンスターが爆睡状態に行動しなくなる。これいいんじゃない。とりあえず寝かせるか。寝かせて、でちょっと下がって一体ずつ倒していこう。倒せるか、倒さない方がいいか。いや、いける。あ、寝てんじゃん、いいぞ。届かねえ、ほら待って、怖い。そっか、そういうことになるのか。そういうことになるのか。どうしよっかな。金縛り、鈍足したら同じことか。
金縛りだな。でこれいけない、いけないんだ。あでもこれで石投げれるんじゃない。え石なくなったもん全部。おいおいおいマジか。いや待って、どうしようかな。ちょっとぐるっと回ってくるか。え回るとこがない、回るとこがない。あいなくなってる、よし。どこ行った。上行きてーけどなんか敵いる。ほらよし、ほら、あこいついた、なんか行きすぎるな。よしいいぞ、アイテム行ったーい。そういうのもあんだな。誰誰、やばい、まずいまずいまずい、起きろ。ちょっと待って、変なトラいるじゃん、トラ、トラいるじゃん。金縛りにしてもな、ちょっと待ってよ、どうする、これどうする、どうすればいい。俺パープソーで飲もう。なんだお前、よし、ほらパワーアップしてるぞ。あそんな強くなかったな、効果が切れる前に。うぜのつぼ、あ背中だ、回復できる、確か背中って回復できるよね。やべ攻撃力元に戻っちゃった。おにぎりお腹減ったってたよね、よし食べるか。行き止まりじゃねえかよ、なるべく使わずに来てよな、アイテムは。まあだけど石とかは投げてった方がいいんだろうな。これもうでっかい出てくる、でっかいじゃねえけどこいつはやれる。よしこの HP 減ってる時を気をつけなきゃいけない。でも19レベルでみんなクリアしてんだからいけないことない、ペースは悪くないはず。ほら、え強化値が下がる、ちょ、まあ、そういうことあんのかこいつ。ミドロなんか強化値が下がったとかつながった、ちょっとわかんねえけど、いってもうやるか。結構強いなこいつ、三日月の壺、空っぽ。いやちょっとインパス、インパスみたいな、あレベル、あそっか俺21レベルじゃん、もう強いよ。いや幸せの指輪いいね、やっぱレベル。でっかいホールが開いた、ちょ背中使ってみるか、ちゃんと本当に回復するのか俺ちょっと分かんねえけど、押す。え？トドの壺？トドの壺っていう可能性もあんの？危ね。危ない時に使わなくてよかったな。え、なんでちょっと暗いの？あ、そういうところ？でっかいよりか別の場所。まあ、階段は見つけたぞ。逃げれたらいいな、ぐるぐる回ってるマップが一番いいよねやっぱり。よし道具寄せ。トドの壺って何、押すとぬるっとトドが飛び出し落ちてる道具を拾って壺の中に戻る、拾える道具がないときはそのまま消えてしまう。なんだそれ、強いのか弱いのかよくわからんな。腐ったおにぎりな、食ってみるか一個。力以外、あ寝ちゃうったらまずい、ちょっと待ってどうしよう、これどうしよう、どうしようかな、どうしようか。まあでも一体金縛りにかけとくのはありだよな、こいつを、いやこいつを金縛りにかけよう。
っていいよな。振る。でこいつを倒す先に。危ない。ちょっとふざけんな。危ないっていうか俺もどうしようもないじゃん。一石抜きしよう。でちょっと待って、回復したいんだ。回復ないんだよな。困った。走る。ちょっと走ってみる。あー行き止まり。この下行きて、よし倒すか。なんか来た。逃げろ。やるか。やっとこう。後ろから囲まれるっていうのが一番ダメって言ってたからな。誰かが何かの時に、誰かが何か時に囲まれるのが一番ダメって。何？木の矢6本。木の矢欲しいな。おにぎりどうする？食っちゃうか。いけ。力が3下がったな。これきつい。これが一番だった俺。じゃあ食うなよって話なんだけどね。やばい、でっかい来る。でっかいから逃げよう。絶対でっかいの倒さない方がいいんだから。え、これまずいんじゃない？行き止まりなんだけど。いる？いない。お、なくなった。こいつは意外に倒せる。うわ、よし。今敵も罠にかかった。いや意外にマジダメージがいて。大きいおにぎり欲しいな。もう腐ったおにぎり捨ててやろう。で、いやちゃんと回るっていうのは絶対大事だよな。うわ、そこにもあんのか。そこ行きたかったのよ俺今。なんかいた？なんかなんかついてきてるな。いて。ちょ、ついてこい。でっかいの盾になってくれお前は。やばい。待って待って待って、まずい。どうする？やり過ごすのもありか。爆睡にすっか。でその隙にやる。やるやるやる。起きる前にやる。よし。待って、うまさらになんか行った来てたって。え、フロアからでっかいの気配が消え去った。あ、そういうこともあんの。俺は当たんねえのかい。いける。よし。待って待って待って、ちょっと待って、敵多くね？一旦一時しのぎで、そこにいるから回復して。あ、さらに上行けんのこれ。こっち行ってくか。あ、同じところか。あ、いや、なんか葉っぱあるぞ。無敵。いや敵多くない？こんなにいた敵。こいつやるか。じゃあ、はい。で回復ちょっとしてから、よし行こう。きつい戦いだぜ。お、あ、次のエリア。剣士、剣物、武器や盾の中には神器という特別な道具がある。ほう。尖り方は様々だ。明らかに基礎値が高かったり、特殊な縁がついてたりする。神器は青や金色に輝いているから、拾う前からでも、ああ。ちょ、俺持ってないわそれ。ミドロとかいうモンスターは妙な攻撃で武器や盾の強さを下げてから厄介なんだよな。そう、そいつで。メッキの巻物を読んでメッキをかけておけば防ぐことが。俺盾ちょっと弱くなったのかな。じゃあ刀はかかってるから、船来てくれ。え、これなんもないの？
このエリア何？ただ情報くれただけ？コカツっていう日照りの神様、なんか気になるよな。お前いつまでその話してんのよ。もう終わってよそれ。木場沼湿原周辺。いやめちゃめちゃダンジョンあるじゃん。みんなレベル20か。あ、いけるいけるいける。俺も22とかだもん。ああ、クリアしちまうぞおい。あ、剣ある。木刀。ほら、なんかマスターチキン踊ってるな。うわ、なんかすごいな、来た。ちょっと、また囲まれる前に、囲まれる前にだな。石。よし。もうダメだ、やるしかない。攻撃力同じかよ。どうしよっか。もう回復系がねえんだよな。いた。小さい戦いしやがって。こっち行ってみる。なんだ、あー、あいつなんで逃げてんだろう。あいつ何、なんか逃げてるってことは影縫い、あいつ逃げてるってことはなんかいいんじゃない。待って、これ、これ矢とかだったら届く。あ、やった、ピータン。あ、おにぎりとか落としてくれるのかな。まあおにぎりじゃ食って取るか。対決、ほら、あ、やべ、こういうところだから無駄に体力使わないために石投げたりとかすればいいのよ。忘れんな俺。またいる、あいつアイテム落としてくる。ここで木の矢。そうそう、こういうことよ、こういうこと。何、命の草なんでしょう。おにぎりいいね。いや、壺とか全然わからん。トドいらんくね。あ、これさ、持っとける。あ、持っとける。で、これも押す。持っといて。いいよ、いいよ。いいよ、いいよなのか、ちょっと分かってないけど。あ、でもこのマップそんなに難しくないか、もしかして。いた。なんかお前が欲しい、お前が。よし、おにぎりとか落としてくる。てかおにぎりしか落とさんのか、逆に。今んとこ2分の2おにぎりだけど。僕といらんな。まあ、でも武器の、投げる武器の一つとしてあってもいいか。いや、だったらおにぎりか。投げる。よし、当たらなかったな、誰にも。し、行くか。出口、はい。湿原17。寝てる。やっちゃうか。なんか出てきた。ちょ待って、これ出口なの。はい、強い。順番にどうぞ。弱い。いや、当たらんかった。よし、ちょっとこいつ戦ってられん。もう戦ってられないぐらいの余裕になってしまった。おにぎり、おい、びっくりした。大きいおにぎり。ああ、何、今ので焼きおにぎりになったの。満腹なんか、ああ、なんかなんとか状態みたいのもあったよな。そうか、どうしよう。トドの壺、鈍足、いや全部必要だよな。これなんか入れてみるか。痛み分けとか俺ちょっと使い方はよくわかんねえんだよな。なんかおにぎり食おう1個で、なんか大きいおにぎり食べたらなんか限界値上がるとか。あー、一応上がるんだね。焼きおにぎり HP も上がるじゃん。え、またおにぎり？めっちゃおにぎりくれんな、杖は。感電の杖か。感電させんのもいいよな。どうする。いや、一時しのぎとか俺めっちゃ使ってるしな。痛み分け上手、自分がこれいらねえな。
これを投げる。感電取ってこう。ここでちょっとレベル上げしてもいいかもな。やばい、来ないか。石持てないの俺。うっそ、困ったな。待って、お前はどう倒すかな。矢打ってっか。はいはい、はやれ。チキンな、今のやつなんかあったとかそういうわけじゃないんだ。ツボやりすご、あ、やり過ごしのツボいいじゃん。隠れたいからな。よし、いやいや、もうなくなった。よし、もう一体いるよね。めっちゃいるじゃん。全然矢当たらんなこいつ。いた、これ感電とかさせたいけどな。え、おら、何この人みたいな、忍者みたいな。おら、よし、ドラゴン層は強いから欲しい。どうしよう、ちょ、なんか入れてみるか。おにぎりとか覗く。あ、でも普通に取り出すとか食べるとかできる。物入れとけるだけ、それはちょっと強いんじゃない。豚足もまあいっか。物入れとけるだけの壺、そりゃそりゃ壺でもあるよな。敵多いな。こいつ倒しときたい。ちょっとじゃあここで一旦レベル上げするわ。よし、じゃあもうちょっと進もうかな。こいつだけ倒して、レベルはね上げれてないけど、おにぎりね、まさかの腐るっていう状況になって一個捨てて拾ってきたんですよ。それぐらいかな。あ、感電の杖、まあ使い切ったな。さあ、なんかいる。こいつに感電の杖投げちゃうか。投げろ、ほら、強い、ダメージが強い。あ、どけしそう。力最大ちょっと低いな。使っとくか。よし、攻撃力、腕は2つ。よしいいぞ。腕は2つ装備したいんだけどさ、全然インパス的なやつがもらえないのよな。こいつ大体寝てんな。力そう、力の最大値。よし、飲んどこう。こいつはもうやれるな。いや、強いぞ。なめちゃいけんな、マジで。よし、他はどんな敵が。ああ、行き止まり。ここ行けたりとかしないのかな。なんか行けそうだよね。そう、なんか壁、フロアに魔物送りの音が響き渡る。何、魔物送りって。はポノフ、オフポポポ、ポノオポノフ。何それ、全然強くない。なんか笛吹きがいるってこと。混乱層、混乱してくれんのか。痛い、なんかすごい攻撃してきた。ほら、あ、何こいつ、そうやって広げてくれんの。ちょっと待って、急に送られてくるパターンとかあんの、ずるくないそれは。こっちこっち慎重に歩いてんだからさ。なんか見たことあんのお前。え、盗まれた。なになになに、目薬そうか。まあまだいいか。やだ、あいつ盗むもん。盗まれたやつどっかにいる、どっかにいるのかな。まあ盗むじゃん。はい、間違った。あ、よかった。あー、こいつ盗んだやつ。
状態上来た来た、まずい、どうしよう、ま、こっちをやるか、逃げ道は作っとくか。よし、こっち側もやれるんだ、やっとこう。よし、魔物送り送っているな。ほら、あ、もう一回ぐらい医者ついてよかったか。よし、こんな魔物送りなんてわけわからんとこ逃げよう。前でも全部取ったっしょ。あれ右上俺取ってねえな、なんだあれ。まあ、いっか、あそこまで行く。こいつ何なんだろう。はい、こいつを倒さないと経験値もらえないってことなのかな。そういうややこしい。温泉小屋、温泉入れてくれー。桃の湯港の保湿効果による HP の回復、硫黄ガスからの解毒作用による力の回復、旅仲間にも効果あり。旅仲間とかできんの。ここは無料の天然温泉桃の湯です。泊まれば HP と力を回復します。はい、うん、これは体力ほ、体ほかほかでたまらない。疲れも吹き飛び、 HP と力回復した。毒ケースを飲んだばっかりだっちゅうね。ここは温泉が湧いてんのよ。疲ればお金は払わなくても HP は力を回復するからありがたいよね。あ、でも私が行った時に覗いちゃダメだからね。振りか振りか、あ、やっぱりあれか、そうか、共通ではないんだな。置いてくもんとかある。あー、じゃあどん底を次の俺のために置いていこう。いや、どん底とかめっちゃ使うけどな。痛み分けとかもう置いとくか、ちょっとよくわかんないやつ。あとは、あとは持っていきたいよな、復活無敵。道具寄せ、道具寄せとかも別にいらねえな、よく考えたら。だってフロアに落ちてるって、この今いるフロアみたいな感じだよな。まあいっか、そういうのもガンガン使ってってもいいかな。てかあんまりほんと買い物とかなんもねえんだな。てか大した金もたまってねえわ。皮膚木山周辺、皮膚木山中原中腹。まさか、おい、ドラゴンとか出てくるわけじゃねえだろうな。あー、やべえ、レベル見るの忘れてた。困った時の巻物、困った時の巻物、読むと HP を全回復する。さらにもう一つ、モンスターに囲まれていたり、お腹が空いていたり、装備が呪われていたり、悪い状態以上になっていたりなどの困った状況だから、どれかを解消する効果が。めっちゃ強いじゃん、めっちゃいいのもらった。素早さそう、痛い。いやー、飛んできたぞ、おい、インパ的なやつ。真空切り、あ、お前か、お前がそういうことしてんの。どうしよっかな、おにぎりも別に食わなくていいし、目薬草とか飲んじゃおう。ほら、ほら、状態異常って何。復活の草は欲しい、絶対欲しい、これは欲しい。どうしようかな、トドの壺の命の草使っちゃいてんだよな。どうしようかな、こ、いや、道具、あ、道具寄せ読んどこう、いらねえ。あ、全部の、もしかして全部のフロアの来るのかな。状態異常回復、あー、ちょっと意味が分かんないことしてんな、あいつ。ほら、俺なんかあった、石か、使ってもいいけど。ほら、はい、ごめんなさい。ちょっとで、ボーボーボー言ってる。うわ、来た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 。あ、待って、なんかここか、あ、なんかあるわけじゃないか。いや、いいって、お前もいいって。強くはねえんだよな、その状態以上やってくるけど。あとはで、ここあんま強くないかもな。こいつ
こいつ強えんだよな。ほら待って、投げとこ投げとこ、待って投げとこ、はいはい、痛い。あ、なに、大した攻撃してこねえな。なんだよなんだよ、ビビらせやがって。もっとすげえ攻撃してくるのかと思った。充電してくるから、なんかいっぱいいるいっぱいいる。どうしようどうしよう。こいつだけどね、こうして一歩逃げて、こうして一歩逃げて、いてこうして一歩当てて逃げる、当てるって言ったら倒せんだよな。おら逃げとこ、順番に順番順番にね、はい、オッケー。強さは悪くない、マジで俺の強さが。そろそろお腹減ってきたか。特殊攻撃みたいなのしてくるやついたら困るな。そっか、俺も焼きおにぎりしかねえのか。でもアイテムはだいぶ充実してきてんだよな。よし行こう。来るか、ほら、チュー。待って待って待って、強い強い強い。混乱素使っちゃうか。お、危ねえ、強いじゃないお前。何に戦いたくないよ今は。今じゃない、ちょっと回復させて。お前も中か。道具なんもない、投げるものが。そうか、中だったらやだな。鈍足振っとくか、いけー。よし、これなら強くないでしょ。怖い。あ、爆弾はできないじゃない。なんだよお前それ、絶対爆弾はできないやつ。ちょっとやってみるか。やるったってなんもねえのか俺、なんもねえな。じゃあ触らんとこ。敵を、ドラゴン、ミニドラゴン。よし、あ、ミスると決まんのね。白紙白紙白紙、かけるよね。だってトパーズのあるから書く。識別、よし、で読む、トパーズ、何、混乱よけ。あー、まあまあ遊びしよっか一応ね。そして混乱素を手に入れるんだ。素早さ、あ、何、吹き飛ばし、飛ばし？真空素早さ、なんか食っとくか。焼きおにぎりなんぼ75、食っとくか、これで100。もうおにぎりがないぞ、おにぎりがないぞ、どうしよっかな。上行きたい、上気になるけど。なんかある、なんかあるね。お金、さらに、いや、そこつながってるだけだ。いや、ちょっとおにぎりないから、おにぎり出るまでだ、ちょっと進んでいきたい。山頂、あ、なんかすぐ次行くね。ここは火吹山の山頂、マグマがすごいところだよな。 TT、 あそこからも蛇頭山が、蛇頭山だっけ、蛇頭山だっけ、が眺められるんだぜ。だいぶ近づいたな、もう少しだ。じゃあ30階でここってこと。助けて助けてって、なんで名前知ってる。君は一体。私、枯渇に封印されて。え、枯渇だって。うん、枯渇の力で縛られているのそういうふうにはちょっと見えないんですけど、縛られてます。声が通じたぞ、って言っていい。会話ができる。枯渇って日照りの神様だよな。
君を縛ってるのは邪覚じゃないのか。邪覚は私を閉じ込めるために枯渇が作った怪物なの。誰にも勝てないよう強力に。だからお願い、邪覚を。あ、ま、待ってくれ。君は何者だ。名前は。私の名前はタ。え、誰も倒せないのにやっちゃってっておかしくない。あー、消えちゃった。なんかさ、倒し方のコツとかさ、なんか封印の石を手に入れてみたいな、そういうのがあるんだったらわかるけどさ、あの子枯渇に封印されたって言ってたよな。枯渇って昔話の中だけじゃなく本当に存在するってことなのかな。まだよくわかんないけど、とにかくあの子は邪覚空の中にいるみたいだな。それがよくわかんない。邪覚空の中にいるって、女の子に頼まれちゃことあれね。なんとか助け出したいよな。なんで俺の名前知ってたのかも不明だし、倒せない。わ、全部のマップ書き込めたよ、ついに。皮膚山、え、これ全クリとかじゃない、みんなレベル23。うわ、簡単じゃない。下り、俺今25だよ。あ、でもだいぶ落ちてる動画燃えてしまった。また燃やすやついんの、痛い。こいつ、いや、また出てきた。あ、そっか、中忍だもんな。なんか巻物みたいなの歩いてるけど、こいつただな、倒しようがねえんだよな。まあ、素早さそうとかで飲んでやってくってのもありだけどな。他なんかないな。あ、商売人か。どこでも商売するのが私のポリシーよ。確かに久しぶりに会ったな。今日もいいもの揃ってるからいっぱい買ってね。なんか売ってんの。オニキス、識別されてないんでよくわからない。そういうの売るんじゃないよお前は。ドラゴン草、薬草、爆睡、地の恵み。地の恵みとかいいな、欲しい。なんか売るか。三日月、トドいいけどな、欲しいな。やり過ごしっこあれはいいか。吹き飛ばし、一時しのぎ、金縛り。うわ、全部いるわ、全部いる。俺飛びつきいらない。はい、で素早さもいらない。真空とかも強そうな気がするんだよな、一応。で買う、大日記。あ、いや全然買えねえわ、悩んでる場合じゃねえわ。まあ、これ買っとくか。防具は強くしといた方がいい絶対に。ドラゴン草も買っとくか。 OK。 で今のなんだっけ、地の恵みで盾は強化しとこう。あ、間違った、間違った、なくなった。おい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 、せっかちが出てしまった。意外に俺体力ないのな。やっぱやばい、こいつも気にはなってたのよ。はいはい、やっぱ爆破する、そういうやつっぽかったもんな。痛い、お前もダメージ食らうんかい。で、あ、さっきここか、こっから吹っ飛ばされたのか。あ、違うか、こっち側か。すごいなこの道、分かりづら。こんなとこにアイテム落ちたりすんのかな。来たぞ、なんかこっち行ってみるか。うわー、いるからこっち行こう。痛い、骸骨魔人強いな、強いなお前ら。いやー、やだなー。はいはい、はい、いや結構ギリギリよ。いった、いった。アイテムにミミックみたいなの詰めんの、まずいってまずいって。
待って、もうこいつ戦いたくねえな。お前鈍足だな。ほらついてくんじゃねえ。でこっちぐるっと回ってみるか。これ何、真ん中、あっこっから登ってくってこと。こっか、進もう。巻物はあるけどこいつもいる。でほら、あお前も魔法使える。行動早くなった。あいろんな魔法使ってくんの。俺2回攻撃できるけど。めっちゃ強くしてくれたあいつ。何それ、こいつ嫌だな。いや別に嫌じゃないけど、めっちゃ攻撃早い、助かる。あれもう戻った。困った時の巻物、無敵そう。いや欲しい欲しい。ちょ素早そう、食べちゃおう。どっちが欲しい。こっち、困った時の巻物、すぐ困るから俺。これが HP 全開か。混乱層とかいらねえな。いらねえか。いやでも無敵の方がいいでしょ。分からんけど、なんかいっぱい来た。ちょ待って、ミスった、安易に走ってきたな。いや無敵層使ってみるか。おいはいはいはい、まずおい、こっちは無敵ですよ。おいなめんなよお前、こらやってやったぜ。で拾、すぐ無敵層拾。あ拾ったんだっけ。あるね、オッケーオッケー。そんな安易に使うもんじゃないんだろうな。お左側のアイテム見に行くか。道具が燃えてしまった。おいお前燃やしてんじゃねえよ、今それを拾いに行ってんだよこっちは。勘弁してくれよ。はいよし。何あなた、何強い、どうしようかな。まあもう一発ぐらいやってみるか。待って、あいやいや、やれるやれる、よかったよかった。まあそんなアホみたいなやつ急に出てこねえよな。でも分からんからな、こういうゲームってこういう理不尽なこと起きたりするから。よし行動早くしてくれた、待っちゃった。はいはいはい、こいつ助かるとき助かるな。おいはいはい、ってなったら素早さそう、強いかもな。どこ、はい縦、バトルカウンター、何これ。でも4しかないぞ。通常攻撃で受けたダメージの一部相手に跳ね返す。あー強いっちゃ強いか。ただ強さは9の4だから、今となっては鉄鋼の盾の方が強いね。まあまあとりあえず持っといくかぐらいだな。痛い、マジった。この行き過ぎダメだよな。待って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 、まあ、いざとなったら、あ待って俺困った時の巻物読んでみるかな。いやでも困ってないもんな、まだ。だったら吹き飛ばし、よし。どういうこと、なんで俺吹き飛ばされたの。ちょいやそれ助かるけどさ、お前どうしたいの。待ってどうしよう。おい後ろのやつが邪魔くさそうでかわいそう。物理攻撃もしてくんのな。焼けおにぎりか。いやおにぎり1個欲しいな。バトルカウンターいらんか、投げちゃえ。強いのかもしれんけど知らん。でやばい、ミスった。
金縛りを振るで回復。なんだこいつ、ないから。お前も一旦金縛り、そんなに金縛り吹き飛ばそう。ほらもう一回吹き飛ばそう強いのか知らんけど、いや待ってよ、もうちょい来てからさらに後ろから来てんな。鈍足を振って、え、なに、ちょ、どうしよっか、後ろのやつ邪魔くせえな。行っちゃうか、行っちゃう。あ、出口だな、びっくりした。じゃあ父さん入り口、ちょ、ここで回復できない、なんとか。これなんか読んで、なんか回復するとかさ、お腹いっぱいになるとか、一旦ここでおにぎり食べるとか、そういうことない。おーおお、なになに、雰囲気出してきた、急に雰囲気出してきた。やばいな、もう俺スラスラ行っちゃうんじゃないか、ボスまで。低層なんか投げてくれた、土、何それ。いやちょっと今戦いたくねえのよな。鈍足投げよ、あすか、あやばい、動、じゃあやり過ごそう、入れる。さあこれで、あ溶けるんだ、それいつまでもってことにはならんか。あでなくなるんだ、あ5ターンみたいな感じなのかな。これは振っても魔法弾は出ず、目の前に土塊の壁ができる、攻撃することか。なんかこれがあれば、あの宝箱のさ、あれだよな、あそこ行けんだよな。来ないのかい、寝てる、強い、待って強いじゃないあなたたち。え俺レベル足りない、もしかして。待って、これ無理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 、困った時の巻物、困りました。お、ナイスナイス、おととの盾なんかついてるぞ。おとと兵の鱗できてる盾、持ち物が水で濡れなくなる、共鳴効果、水水槽特効員の効果がある。ちょっと意味わからん、ただ7、そこそこ強いな、取っときたいなこれ。ちょっと待って、こいつを倒したいんだけど、どうしよっか、だいぶ30とか食らったよ。まこれで一旦行くしかない、いやちょっと強い、だから混乱層を投げる、混乱させて、いやちょっと待って、マジでちょっと無理かもな、強い、一気に敵が。もうちょいレベル上げしっかりしてくるべきか、それともなんか装備とかがあれなのかな。必死だよこっち、痛い、何それ、何投げてきてんの、何投げてきてんの。ちょ、 あっち行って、一回あっち行って、いや全然あっち行かねえじゃん。ちょ、金縛り、はい、よし、そこにいたら敵来ないだろ。よし、お前どんなやつよ、お前か、よくもやってくれたな、やってっかな、おら。砲撃外れたのか、よかった、なんか変な特殊攻撃してきたのか、ほら。あでも防御自体はあんまりないんだ、焼きおにぎり食っとこう。待って、ここでちょっと一旦壺で、トドの壺、これを
投げる。で、命の草を、命の草って HP、そうだな、4上げよう。OK。で、おにぎりも拾っとく。HP ちょっと限界まで上げときたい。今後、危。ああ、空腹が減った、増えたんだ。こいつ戦ったことない。強っ。待って待って、びっくりした、びっくりした、びっくりした。どうしよう、どうしよう。もうドラゴンソー使っちゃうか、こんなやつに。仕方ないもんな、背に腹は変えられん。お、刀。待って、刀って俺1位だったらもっと強いんじゃない。あ、でも、あ、サビがどう、うんと9、1上がってるもんな。あー、まあこの刀は刀で欲しいけどな。え、何ここ、なんでここだけ明るく照らされないの。洞窟扱い、闇袋。金縛りじゃなくて、どうしようか、やれるかな。あ、来ないの、来ないってさ。え、じゃあ俺ここで回復して、いや、囲まれる可能性あるか？ほら。よし。あ、で、明るくなんだ。で、お前は吹き飛ばそう。ほら。後ろに当たれ。それちょっと、不利だな。どうしよっかな。こういう時に。真空切り読もう。いろいろ読んでみよう。どう？ほら、死ね。よし、レベル上がった。こいつ逃げ回ってるぞ。あ、こいつ HP なくなったら逃げ回るのかな。そういう敵もいるか。いた。もうちょい防御力欲しいな。どうしようか。大きいおにぎりもあるし、この中になんかおにぎりも入ってんだよな、1個。これなんで入れたのか分かんないけど。いや、だけどな。あ、石くれる。いや、2人はやだな。行こう。おにぎりで矢か、銀の矢。まあ、ちょっと、捨てるもんがね。レベル、あ、焦点ある、地の恵み。あ、これちょっと、おにぎり置いて、これで、そうだ、ちゃんとあげよう、ちゃんと、これ、オッケー。3上がれ。1か。さっき間違わなければな。もう一段階強かったのにな。これ1上がるとどれぐらい変わるんだろうな。あれ、拾えない。まあ、ちょっとお店行ってみよう。こんにちは。おとぎりそ、あ、おとぎりそ欲しいかも。真空も強かったな。大きいおにぎり、ドラゴンソ、うわ、地の恵み、うわ、ドラゴンキラー、え、9じゃん。で、竜に強いんでしょ。いや、ドラゴンキラーなんてトルネコ大冒険で言えばめっちゃ強いけどな。ロッケシ、爆発印の盾、これは爆発を、爆発威力を抑えるという親父戦車種の砲撃や罠などの爆風を受ける。いや、欲しいけどさ、売るもんねえかも俺。
一旦見てくるわ。別に今すぐ欲しいわけじゃねえんだ。落とし穴に落ちる前には行きたいな。なんか痛い。いいよ、お前も。お前もいいよ。あれ、お前じゃなかった。いや、もういいって。なんか後ろから変なやつ来てるって。ちょっと待って、待って。待って。お前、ふざけんな、マジで。いや、ふざけんな、マジで。どうしよう。うわ、音切り層買っときゃよかった。しゃあない、無敵層を飲むか。逃がすかい、お前も逃がすかい、こらえ。お前なら本当にこっち無敵だぞ、おい。ほら、お前ふざけんなよ。よし、でこれで一応ぐるっと回ったから、買おう、何買おう、何買おうかな。とりあえずおにぎりは1個食うか。お店安心するぜ。敵来るけど別に。でなんか売るか。あ、売り値階段の右側に正規強いな。一時しのぎも強い。吹き飛ばし弱かったな。これ置こう。あと、ツボがよく分かってない。でも、やり過ごしは強い、そこそこ。で、これはなんか、一応欲しい。あ、武器売っちゃうか。音との盾。うん。で、刀は置いときたい。でも、そんな強くないんだな。爆睡。いや、もうこんなもんだな。ちょっと買い取ってください。はい、ちょっとドラゴンキラー買えますか。いや、ちょっと足りない。なんとかなりません。なんか来たわ、お前。ちょっとふざけんなって、マジで。ほら、まあ音切り層とか買っとくか。シンク切りはいい。おにぎりも、おにぎりあっけ、あるね、1個ある。ドラゴン層もあってもいいんだよな。盾もいいよな。買おう。で、じゃあドラゴンキラーが俺やっぱどうしても欲しいっちゃ欲しいな。でもこれせっかくコラボしててこっちも強くなってるから、そうだよな。で持って帰りたいのよ、倉庫とかに置いときたいの。こっちの刀より、こっちの、いや、こっちの刀が高いのか、メッキかけてると高いのか。こっち売っちゃうか、したら4000になるから仕方ない。で、こっちを装備して拾う。はいはい。え、あ、そっか俺ぴったりだと思ったら4480分売らなきゃいけないないわ、480のお金になるようなやつが。でも作ろう、なんか作ろう。いや、一時しのぎ、この選択本当に大丈夫。ちょっとドラゴンキラー装備してみたい。いい。でもこれで鉄鋼の盾が7になっちゃうじゃん。だけどこっちを装備すると
10。いやもうこっちだわ。じゃあこっちだわ。ドラゴンキラーは取っとこう。いって、出た。お前本当に嫌い。いや出た。お前何なのマジで。ドラゴンソウ買ったらお前もう使ってやるからな、マジで。もう使わねえけど、もったいないから。いやもうほら、もう音切りソウ使うしかない。もう何なのマジで。お前本当に嫌だよ。石投げてくるって卑怯じゃね。信じられないわ、石投げてくるやつ。戦闘においてね、石なんて投げてくるやつ。矢打ったり石投げてくるやつ。何何。あ、あそっか、混乱。転ばぬ先。これとか別にいらんけどな、転びの。あそっか、だけどあっちの女神ソード買ったんだ。読もう。3声2か。でも聖域の巻物って落ちたらダメなんだよな。置くと地面に張り付いてその上が聖域となる。そうだよな。だから転ばないのは助かるのか。危ね。なんかすごい音楽になってきたぞ。ドゥンドゥン。出た出た、お前出た。ブーじゃなくてよ、ブーじゃねえのよお前この野郎。石投げるなんて最低だな本当に。いた、すぐ帰る。ちょっと待って、お前なかなか強いな、なかなか強いな。ちょっと待って、お前何何、ちょっと待って、何何何何何した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 今。どうする、どうしよう。本当に？なんかいっぱいいる。仲間ができた。何何？あ、混乱層投げたりとかすんの？ああ、なるほどね。あ、待って。じゃあ弱いか。全然大丈夫。ちょうどね、それ持ってる。70ぐらいだった。こいつ、いや普通の攻撃もしてくるんかい。投げてこいよ、ずっと。もう困ったからちょっと読むか。すぐ困ってんじゃんって思われないかな。やだ、待って、足元。あ、これ投げれるんだ。はい、でその隙にこいつに出た出た。爆睡爆睡。嫌な敵多いな。あー、ちょっとこいつも恋しくんだった。どうしよう、金縛りで一旦回復、回復入れて、よし。いや出た出た。お前ら何体来んのよ。ほらやるか、おい、俺と石投げ対決するか、こら。一旦回復入れてもう左に行きたいのに俺。もういっか。逃げ、待って待って待って、マジか。どうしよう。いやこれでもやったところでだよな、困ってるよ俺。困ってるよ、困ってるけどさ、復活使っちゃうか。やり過ごすか。
あ、これ5って長さなのかな。いやーきつ。ここ敵が強いし、ここな見えてないのにさ、なんで相手は見えてきてさ投げてくるかわからん。出た出たよあいつ。くそ、なんかいいのないかな。しっかりちゃんとダメージ与えてくんだよなこいつら。はい、よし。あれ階段は、階段どこ、あれこんなのあった。変化の壺、あれあんなのあった。高飛び層、高飛び層って何、ルーラ層みたいな。あどっか OK、 あこれはいい、逃げれるじゃん。あれ見て、出た、嫌なやつ出た。もうちょいレベルも上げたいけど、ていうか俺どこ行くの、こっち行けないでしょ。え、はいはいはい、ちょお前本当にお前ふざけんなよ。やだこいつなきゃ。緑とぞ、嫌な予感しかしないんだけど。見てる、様子見てる。尖ったツボ、わっけのわからん。背中押してみるか、回復、全回復、悪い状態になってなかった。あ完全回復すんの、めっちゃいいの手に入れた。押すと HP と力が全回復する、悪い状態、めっちゃいいの手に入れたじゃん。なんだあいつ、神の子か。で俺どこ行くの、マップに行き先出てる、この下とか行けないよね。え、なんかアイテムないと積むとかそういうことある、好みがなんかありそうなんだけど。ん、これ右側行きそうじゃない、これアイテムないといけないとかそんなことないよね。あ、やべ、投げればよかった、石。石持って逃げられた。もうやだわ。この下にいるやつなんだ、こいつか。あー余計なことした。あこいつそんな強くない、こいつぐらいがいい。いやでも言ったってだいぶピンチよ。あ待って、ここいけるじゃん。強いって、強い、まあ強いし敵が多いし限界までせっかくだったら使いたくないなこれ。あーはいはい、よし逃げて、ここでほらこれで死ぬ、よしほら、やっ、ふざけんなよこの石野郎、お前マジで舐めてんなこいつ。ちょっとやっとくか、なんか落とすよなこれ。変化の壺、なんか変化すんのか、いらない道具は別の、なんか入れよう、いらないもん。あ雑草とかある、なにこれ、は、え、ちょっと待って、変化の壺って何、敵に変化すんの、
待って、お前何強いの、誰、困るんだけど。あ、混乱さる。そんなに強くない。でも経験そこそこくれたか。待って、これ外したら、待って、斜めに向かえて当たる、これ。よし、え、待って、下下行ったぞ。何それ、シーンシーンチューンって何。待って待って、こっちも行ける。なんかいる、あいつ嫌いなやつだ。もう、うわ、ほら。なんとか、もう逃がせや。この野郎。ほら。逃がさない、お前が悪い。おい、なに、雑草いつの間に手に入ったんだろう。あれ、満腹度 100? なんでだ?まあ、いっか。え、30レベルってもうすぐボスじゃない?お?すごいとこに住んでますね。北海道かって。ようこそ氷壁集落へ。ここは氷に囲まれた洞窟の中で、みんな身を寄せ合って生きている。小さな部落と宿もある。ゆっくりしててくれ。なに?氷で家作ってんの?鎌倉みたいな?すごいね。北海道の家もうみんなこんな感じだからね。大体もう冬には氷で家建てて、家建ててっていうか、まあ、鎌倉みたいな穴掘るって感じかな。っていうところに俺らはみんな住んでんだけど、ここらにはマゼルンというモンスターにまつわる昔話がある。なんでもマゼルンは道具を投げるとそれを飲み込んでパワーアップするが、倒すと飲み込んだ道具を落とすらしい。はあはあはあ。投げると飲み込んでパワーアップするけど倒す。さらに武器同士や盾同士なら合成した状態で落とすらしい。あくまで昔からの伝えじゃ。実際に見たことなんてない。ただ今もここらどこに住んでるかな、住んでるんではと思う。ん?ということ、そいつに武器を2つ投げるってこと?パワーアップするけど武器同士や盾同士なら合成した状態で。はあ、じゃあこの刀とドラゴンキラーを合成させたらドラゴン刀みたいにできるってこと?何ドラゴン刀って。ちょ、待て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 。何ウンドゥルーって。なんとこの土木は、モンスターが化けていた偽物だった。だがまだ正体がバレたことに気づいてないようだ。なんかどういうこと?どういうこと?気づいてないようだった。じゃなくてよ。売れる?凍った犬毛なのか、たまにヒューヒューって音がするの。中は冷たい水なのに。ねえお兄ちゃん、なんでなの?知らねえ。旅の方気をつけて。この島のどっかには剣豪という装備品を弾き飛ばすモンスターがいるそうです。いや、なんか舌出してくるやつやら、水でおにぎり腐らせてくるやつがいっぱいいるわ。どんなに強い武器を持っていても弾かれてどっかに行ってしまったら大変ですよね。そうだね。あ、これどっちも行けんの？ここも行けんの？あ、ここは行けるわけじゃないんだ。閉ざされた場所へに意外だと思われるかもしれんが、わしら氷壁の民や外の信仰は盛んなんじゃ。大昔は海賊衆との交流もあったらしい。へえ。北海道はね、外との交流ないからね。基本みんな海から出ないんで。マーライヌ、マーライヌンテ。ここは宿。一等は飯付きで HP 満腹度、力が回復。戦者が泊まっていかれるかな。泊まりまーす。ギタンが足りないようじゃな。高いんだって。行商人とかもいる。毎度行商人だよ。ここ寒いね。でも人はとても暖かいよ。さっきも元気に商売商売売る。なんかね、ちょうどいいのあるんですよ。ウンドゥルフ、ウンドゥルーっていう。まあ売ってみるか。売らない方がいいか。なんか使い方あったかな。金縛りももうゼロだから売るか。いや、ゼロでもな、ゼロでもな。てか混乱余計な腕はめっちゃ高いんだな。4000で買って1600ですか。せめて半額とかじゃなくて1600ですか。復活の安いね。すごいけど、ちょっと見せて見せて。三日月、
強いね。爆って書いてある。なんか爆って爆発速攻の効果、爆発属性のモンスターにより危ねえって何よそれ。腹持ち、おにぎりのような見た目の盾、装備してるとお腹が減りにくくなる。攻撃した相手をたまにおにぎり状態にする。なんだそれ。おにぎり、おとぎりそう、いやおとぎりそう、道具寄せ、白紙、金が全然ねえな本当に。でもおとぎりそうとか買おう。素早そうも買うか。なんだかんだ逃げたりとかすんのに重要だしな。もうアイテムほんとカツカツ。金縛り取っとこう。うん、もう売るもんねえな。ドラゴンキラー預けてえな。よーし、一旦今日のとここれぐらいにすっか。今25回とかでしょ。もう次多分ボスまでいけるし、多分いいペースなのかな、どうだろう。よーし、じゃあ今日のとこはこれ。ん、何、今なんか押した、なんか押した、今なんかアイテム急に出たけど、こっからなんかどうたらこうたらしたけどな。よし、じゃあ次回はねこの先行こうと思います。今のところレベル29でいい感じに進んできてると思います。ということでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。